王者寺さん大勝利あのさ、大丈夫そんなこと言って、マイクマン大丈夫ですか、あなたそんなこと言っといて、ダークドラム近くにいるんですよ。よくやぞっとティア、あーセーブしていますってことは連戦じゃないですか。いやいや、もう勘弁してよ、これ9回これやんの9回これやるのねえ鬼モードじゃないですか。破壊神ですよ次は。じゃあ、あー指導ですよ次は。ってことは、いやーきつそう。いきます、アグレモンシルバーデビルギガンテスさあ相手が指導ならこのパーティーでしょう。ロンダヌキーあの悪魔たち指導に対するは使用化して、破壊神に対するはそのね部下のロンダヌキーあの悪魔たち3体で動いてしまいます。いいね、この布陣いいよね。もう僕はこの布陣にやりたかっただけやしな、ぶっちゃけ言えば。いきましょう、 HP は2800あるんでね、耐久はそこそこありますね。いいよシルバーデビル、行きましょう、行くぜローガン爪。いいねいい火力、330はいい火力出てますね。さあ指導、破壊神の叫び、叫んでくるよ。あらあらすごい、ギガンテスがなぜ混乱しなかったんでしょうか。いけ、ぶん殴れぶん殴れ、いけいけいけ、おお、うわさすがの火力480。おっと攻撃してくれた、でもでかいよギガンテスは攻撃当てれば強いんですよね、やっぱり当たりにくいんだよね、ただ命中率が。シーバーデビル頭抱えてる。いやーギガンテスいけ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 、おいぶん殴るぶん殴る、当てろ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 、おらいいいい、ダメージは取れてる、ダメージは取れてる、いくぜアークデモンイオーナーズ、うん、いいね307ね、確定命中で307出てるの十分ですね。自己スパーク、もう屋根を浮かんしかしませんね。もう皆さんめっちゃ食らうんじゃないかと思ってますもん。うーえマジっすか。さあこっから動いてきます、シバデビルローガン爪、あー会心で欲しいね、勇気のがちょっとまだ溜まってないから。イオナズン309、もうダメージはとどめの一撃で削れるほど取れてるんで、あとはうわーきついね、あー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 大丈夫これ耐久がなさすぎる、うん、諦めませんよ僕は、僕は諦めません、まだ可能性はあります。ここからルビスの守りでここは軽減しつつ、このターンに勇気がたまればってところですね。邪神の冒険、あーでも耐えた、ルビスの守りあったから耐えた耐えた、ワンチャンある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 よ、はいシルビー頼むぜ、おい会心出してくれ、勇気がたまるかこのターン、ギリギリたまりそう、ギガふい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 、おっとまさかお前が会心を出すとは思わなかった、しっかり勇気ためれば勝てる、勝ちですすげえギガンテスやったなお前すげえなー、いやーロンダルキアの悪魔たちよくやってくれました、あとは任せましょう。すげえな。さあ、ローレスターズの王たちでやっていただきましょう。最後は。ムーブルクやっぱいいな。ね、力を合わせてミナデインで最後は指導を倒してもらいます。いやーよかったよかった、よく勝てた、よく勝てたなぁとは思ってるんですけどね僕が
僕が驚いてるんですけどね、どっちかといえば。よかったどうよ、シドウさん。これがロンダルキアの力ですよ。オージャチラさん大勝利。お前マイクマンさん何勝つたびにずっと同じこと言うんですかよくやったぞティラ。これもしかしてこのセリフをあと飽きるほど聞くんですか。やだな、なんかワンパターンだな。急にちょっと手ぬ、これはきついかも。これあれじゃないですか、うん、めっちゃきついやつじゃないですか。僕がだって一人で勝てなかったやつじゃん。大魔王ゾーマじゃないですか。これ一人で勝てなかった覚えしかないんだけど。一人で勝てなかったやつだ、メラゾーマ。メラゾーマすごいかっこいい。ゾーマがメラゾーマ使うなんて、そんなのやないですか。いや強すぎじゃない。話し合いましょう。ちょっと待ってください。話し合いましょう。ちょっと落ち着いて話し合いましょう。行きましょう。死神貴族、ナイトリッチ、ドラゴンゾンビ、あっとナイトリッチの登場だ来ました。僕がナイトリッチを使う時が来ました。再び来ると思わなかったわ行きましょう。もうゾーマに関してはもうこれ手段選ばん方がいいと思いまして、ちょっと今回はゾーマに有効そうな3体でいきます。ただナイトリッチの打点がないな。ナイトリッチからするとあんまり打点がないんですよ、あのゾーマに。で、ドラゴンゾンビは呪文に弱いからどうなんでしょうね。さあ行きましょう、エースケ君。ゾーマをね、ゾーマを倒すことにね、一役勝ってくれました。彼は行けます。390いいダメージ、7000あるんで3700ぐらい削らないといけないですよね。いくぞナイトメアソード。はいはい、いいね。409も与えてる、すげえ。闇属性とは思えねえわ。これがモンスターマスターですよ。さあドラゴンゾンビがいざゾーマに降りかかります。いいね、いいダメージ出てるわ。さあ何来る。サイコキャノンか、痛そうだなこれ。誰でも痛いなこれ。わあ、麻痺か、麻痺か。まだ大丈夫、まだそんなに食らってない。幸いはメラソーマとかマヘドの威力がやっぱ高いんで、それだけまだ楽な方かもしんないですね。しっかり当てていこう。いいね、しっかり当てていけ、大丈夫だよ。エースケ君が今走るか、マヘド。これどうだ、これどうだろう、マヘド。いや食らうかな。はっ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 は。ちょっと待てマグチ、ナイトリッチ83、なんとこれはかなり経験してくれた。ナイトリッチ83はすごいね。83はすごい、素直にすごい。そんなに経験できるんだっていうね、あのマヒャドをそんなに受け止めれるんだ。大丈夫だよそれなら。ナイトリッチ君なら大丈夫だ、いける。いくぞ、うん、ナイトメアソード。いいよ、ただ3300まで削れるかどうかっていう。自己スパーク嫌だな。うわー38ナイトリッチさんすごいな、38。何がいいの。だいぶ迷っちゃったな、やべだいぶ迷った。ちょっと今すごい迷いすぎた。削るべきなんか守るべきなんかすごい迷っちゃった。いいよ骨の雨、骨の雨はラッキー。あとは勇気をしっかり貯めれば、このターンに勇気が貯められれば勝てるか。よしいいよ、相手目はソード、うん、よしいいよ、勝てる勝てる。紋章の輝き、はいいいね、
勝った勝った勝てる勝てる耐えろよ次耐えれば勝てるよイテハ来るここでイテハをしてくるいやー怖い分かんなくなっちゃったじゃんいや分かんなくなっちゃったじゃんまだ分かんなくなっちゃったじゃないですかゾーマさんそれはダメっすよ次の攻撃耐えるかどうか分かんないからなただ今までのダメージ統計見ると38段60段の経験してくれるおっと鬼の雨会心出ていくさっきのこれを耐えれば勝ちか耐えてくれおーしまあ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 耐えた耐えた耐えた勝てた勝てたちょっと待ってなんかないや勝ちは勝ちだ勝ちは勝ちだからねリッチ君いやーあんま嬉しくねーこれナイスリッチの光勝ったようなもんじゃんあんま嬉しくないわまあ勝ちは勝ちだからいいかしょうがねえわうんこれ9回あんのちょっと待ってこれ途中でやめることできないのかな一回負けてみていい次ここまで来たけどゾーマのこともあるし一回負けてみていいああ負けることに使われるプラチナキングってかわいそうになってきたな惜しくも王者が負けてしまいましたティラさん大丈夫ですかうーん王者とはこの程度のものなのか一度入場時よりも準備を整えもう一度続きから挑戦しようよかった続きからややったやったやめれるというわけで今回めちゃくちゃ長くなっちゃったんじゃないかと思うんですけど9番勝負まあ何度か続きからということで次回はミルドラスからということですねゾーマがちょっと悲しいなナイトリッチでやっちゃったからな勝ちは勝ちだけどねいやでも9番勝負続きからは楽だわ。じゃあそれやったら途中でやめるボタンくれよ。というわけで今回これで終わりたいと思います。またね、次回あたり続きやっていきましょう。